シンデレラのハウスシーンの踊りと舞踏会に行ってからの踊りが全くタイプ質が全く変わってくるので、ハウスシーンで踊ってる時は柔らかくて控えめな感じの踊り方なんですけれども、舞踏会に行くとダイヤモンドがキラッキラッて光るような、時計の針がこう動いていくような、そういうなんか鋭角的でシャープな振り付けが散りばめられていて、こうくるくるくるって回った後にピタッて止まって、その後にこう大きく花開いたりとか、振り付けのメリハリとか音楽性を大切にして力を尽くして表現したいと思っています。シンデレラは一幕から出てて、そのストーリーがつながっていくじゃないですか。でも王子の場合はその舞踏会からの登場なので、ゼロからのスタートで出た時点で100の踊りを見せなきゃいけないんですよ。シンデレラに対して一目惚れをした王子のこう気持ちがすごく出てくると思うので、そこをしっかりまず見せれるようにしたいなと思っています。首の動きが独特なんですよ、なんかアシュトーンの振り付けって。こので止まって、その角度を多分こうお客さんから見てこっち側こっち側って見せるだけで、なんかパッパッて光が光るみたいな、ただその目線を動かすっていうのはすごいバランスが取りづらくてぐらつきやすいので、すごく難しいところではあるんですけれども、止めるっていうことを大切に踊りたいなと思います。まず音楽だと思います。プロコフィエフのちょっと不安になるけれど、でもなんか旋律が美しいっていうんですか、すごく僕はそこが魅力的だなと思っていて、星のせいだったりとか随所随所ですごく素晴らしい音楽、感情が本当に揺さぶられるような音楽があるので、とっても美しいなと思います。私はもう星たちが踊っている時はもういつも毎回どの回でも鳥肌が立っています。特に星たちが登場して星のワルツ踊るところと、あと三幕の最後の方で星たちの持っている杖に一つ一つこう光がついて灯っていって、暗闇の中でその光がバーって大きくなるっていうシーンはもう必見です。ぜひ見ていただきたいと思います。一幕でのシンデレラとお姉さんのやり取りがすごく好きです。お姉さんは結構シンデレラに対して冷たくこう当たるんですけど、お姉さんたちがすごくこうユニークで、あんまりやみったらしく僕には見えなくて、ちょっとお姉さまたちが可愛く見える。お姉さんたちがオレンジをもらってすごい喜んで2人で踊り出すんですよ。走り出すと時々客席から手拍子が湧いてきて、それと一緒にこうなんかその温かい雰囲気の中で嫌われ者のお姉さんたちが必死になって踊ってるっていうシーンが私は大好きで、心温まるシーンだなっていうふうに思います。背中を乗せたりとか、女性だよっていう、そうですね、男性がやってるから余計なんかそれがちょっとおかしいっていうか面白い。小さなお子様から大人の方まで幅広い年齢の方に楽しんでいただける作品だと思うので、ぜひ劇場に足を運んでいただいて、幸せな気持ちになって帰っていただけたら嬉しいなと思います。シンデレラはキラキラで、そして温かいお話です。ぜひ皆さん劇場までいらしてください。